広志治は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。二の本田城主。はじめ斉藤道蔵に仕え、この斉藤義達の代に徴用され、頭角を表す。工事元年10月22日、義達の命で義達の異母帝である孫城、孫四郎、木平寺兄弟を稲葉山城内で斬殺した。義達が斉藤氏の実権を握ると、以後は重心に劣し 斉藤達沖の代にも変わらず、用いられた。永六年間に、広瀬治と、宇治家直本、安藤森成、竹越直光との4人、あるいはこれに、日々の清美、長井守康を加えた6人の連書で発給された書状が多く残っている。その後、不仲であった安藤ら西見の三人衆が、小田家と内通の疑いがかかったため、 大見国の浅井県政に要請して、西民の三人衆の領地への出兵を促し、県政した。A67 年、安藤森成とその娘婿の竹中茂春による、稲葉山城選挙事件により、主君の辰沖ともども、稲葉山城を退去させられている。A69 年より、延べ衛生へと改め、延べ、永備中森広治を称した。 辰沖に従って、小田家への抵抗を続けたが、A60 年8月には、稲葉山次郎は、小田家の手に落ちた上、西民の三人衆が完全に信長に通じ、大名としての斎藤家は滅んだ。これによって、広瀬治も失業し、弟、聖成なりなどと共に、姫の一族は老人となった。斎藤家滅亡後、広瀬治村姫の一族は、 とうとうの今川氏真に仕えた。A61 年12月27日には、掛川城主、朝日名康康が、徳川氏の家臣、石川和正と交戦し、広市治の家臣である、姫野の玄太、鈴木深志右衛門が討ち死にしている。翌 A62 年1月12日には、天皇山を守って、徳川家康と戦った。同月18日には、 聖なりと共に出撃して徳川家の金丸三歳を強襲し、久野宗の宗信、小笠原氏教を敗走させ、さらに応援に駆けつけた岡崎衆も、広瀬治が襲撃し破った。家康はこの敗法に怒り、久のらを叱責したという。しかし今川も徳川に必ず同年中に、掛川城は降伏、改城し、姫の一族は、またしても、老人となった。 今川没落後は、成城し、大海へと向かい、大海の土豪の今井周方、島秀康らと吉見を通じていたが、やがて、浅井長政に仕えた。しかし、元気三年冬には、浅井家を去り、長島一行一期に参加し、岐阜にほど近い新砦での守備に当たっている。元気二年八月、石山本願寺の県女は、当時越前国の浅倉市の下にいたい四式部。 大助にあてて書状を送り、ご本意実現を願って、黄金とたちを送っている。また、翌元期3年8月に、美濃郡常軍の兄王子の利領と越前大野軍の最小事戦勝ちから、本願寺の傍観である、下妻来明に対して、本願寺から、郡常軍と大野軍の門徒に協力を命じた、一式伝の入国計画の進行状況に関する書状が残されている。 それより少し前の同年正月には、一式吉則と称していた辰沖から上領に対して、戦勝地が遠藤氏を説得し、また自分も姫野の広氏を治むを長島に派遣する予定であったが、戦勝地の病気で計画が延期になってしまったとする書状が残されている。これらの文書から、朝倉市や越前、美濃の門との支援を受けた辰沖が、北から長島の門との支援を受けた。 広瀬治が南から、辰沖や広瀬治の丘陵である美野に入国、攻撃する計画が存在したことが分かり、同年冬には実際に作戦が実行されたことを示唆する県女の書状が存在する。しかし、朝倉軍が雪のために全軍を越前に引き上げたこともあって、辰沖も越前に引き上げたと見られている。同じく、広瀬治も長島に戻ったと思われる。また、 広ロシオは、大港に船を出させて、足尾ヨ州などを運ばせていたが、天正元年9月20日付の花輪直政の書状では、ヒネノが足尾を送ってきた船の件は極示であるので、選手ともを必ず成敗することを、信長御ガのこととして、大港に通達しており、後にヒネノの協力者であると言われた、山田三方の福島親子が処刑された。 天正2年9月29日の織田軍の総攻撃をもって長島の一向一騎は壊滅したが、ひねの一族は長島を脱出した。しばらく後に長年対抗し続けてきた信長のもとに降った。なお、時期は不明であるが大海を活動拠点とした頃より平松の地に在所と城を得ていて、そこに在住していたという。織田家士官後の身分は馬回りで、 天正3年8月の越前一行一期討伐に参加し、遠藤義太からと共に、越前国に攻め込み、姫野の隊は、白木峠を越えて、穴ま谷にに侵入し、ここを固めていた一家を撃破した。天正6年11月の有岡城の戦いにも参、陣している。天正8年うるう3月には弟、聖なりをはじめとして、道六郎左衛門、半左衛門、藩衛門、 五衛門らが揃って、安土に屋敷地を与えられており、広瀬治以外の姫の一門も、信長の馬を回りに取り立てられている。天正10年6月の本能寺の返事には在京して、宿を取っていたが、本能寺や二条御所には駆けつけず、状況を静観しつつ、美濃の佐藤周方と書状を交わして、今後について相談する。山崎の戦いの後には、 遠藤義隆に京都の情勢を伝えている。天正11年5月、広瀬治は池田恒興と共に美濃の随竜寺に金星を発しており、静ヶ岳の戦い後に美濃に領地を与えられていることが伺える。天正12年3月には、秀吉の命で伊勢国に出陣。続いて、尾張に転じて、小牧、長久手の戦いに従軍し、弟、 聖なりらと共に要所である二重、堀取での守備を任せられた。ここでたびたび、徳川軍と小競り合いがあったが、多くの死傷者を出しながら守り切った。5月1日になると、橋場軍主力の美野天心に従って、取を捨て撤退を開始し、細川忠興、木村茂子,子長谷川周一、三子田正春らと、橋場軍の殿を務め、追撃を仕掛けてきた。 織田信夫の軍と交戦した。天正十三年七月、四国攻めに、橋場秀次の下で参加し、阿波のはきじを攻めている。その後、秀吉の歓喜をかぶり一時追放されたが、天正十八年に許され、再び使えた。文禄慶長の役の際には、秀吉の使いとして、朝鮮に都会したという。文禄四年、秀で事件後の書量の整理が行われ、 広瀬治のこの後の所領は、伊勢、尾張、三河地に合わせて一万六千国となっている。慶長五年の関ヶ原の戦いでは、東軍西軍どちらに組みすか表立っては明らかにせず、戦後に原法処分を受けている。慶長七年五月二十八日に死去したが、広瀬治の医療は召し上げられており、また、信濃国すは藩主であった孫の姫の,姫の義明も、 関ヶ原で東軍に参加したにもかかわらず、慶長6年に国高を半分以下に減らされた上で、下屋国民部藩へと転封されている。一説では、広瀬治は、西軍内通の証拠を隠滅した上で自害したとも、言われ、今のところはそれを裏付ける確実な資料は見つかって、おらず俗説の息は出ない。ひねの頭、形かと鎧やかを多く自作し、特に、ひねの頭、 形兜は、曲線的な形状から鉄砲に対するにあたって、実践向きであるとして重宝され、ひねの頭形として後世に名を残した。ひねの頭形の兜は、戦国後期に流行し、徳川家康、真田信繁、井伊直政、立花宗茂、千利休など様々な人物が、ひねの頭形を原型として、それぞれ独自の装飾を施して用いた。小説、 ありがとうございます。